インターネットの普及で右肩上がりで利用が増え続けるネット販売。そんな激戦の中で楽天が新たな視点で取り組むサービスは、より滞在時間が長く、より多くのページへアクセス、新規顧客の獲得などポジティブな影響を与えています。そのサービスが環境や社会に配慮した商品だけを取り扱うアースモールです。未来を変える買い物をテーマに、国際認証を受けた商品、持続可能な社会づくりの商品など、楽天のネット販売に新たな付加価値を提供しています。でもなぜサステナブル商品だけを扱うのでしょうか。それは楽天のスタートから約20年、まだ主流ではなかったネット販売を先取りしたことで、多くの人が利用する EC モールへと成長しました。アースモールも社会のニーズを先取り、少し先を見据えて展開しています。サステナブル商品は社会貢献と合わせて市場が求めているものを届けること。楽天はサステナブルを成長戦略マーケットと定めています。このチャンネルでは社会課題を解決するビジネスアイディアをわかりやすく紹介しています。